演武開演。どうも本日はこちらオイシスの鶏黒豆さんを食べたいと思います。これも前に紹介したことあるような気もしますが、まあいいか。黒豆、うん、おお、結構大きいですねこれ。ではいただきまーす。はっきりさせたいところですが、はっきりしない。しっとりとしたパン生地に程よい甘みの黒豆が加わっていて美味しかったのですが、豆パンと聞くとどうしても豆のちょっと固めの食感を思い浮かべてしまいますので、それを楽しみにしていた自分としてはちょっとしっとりしすぎているかな、もうちょっと食感があってもよかったかなという感じがしてしまいました。豆の食感を楽しみたい人にはちょっと物足りないですね。美味しくはありましたが、もうちょっと食感を残すようにしていただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。